こんばんは、ワイズです。バディミッションボンド実況プレイ始めていきたいと思います。前回ミッション8をクリアして、ミッション9に入るところでした。ミッション9、ゲームオブフォー、怪盗ビーストことアーロンの帰還。それはボンドチームがルークをリーダーとした真のチームへと成長したことを示していた。アーロンをも倒した半身機械の強敵イアンに勝利すべく、彼らは力を合わせて闇カジノへと挑む。というわけでやっていきましょう。ゲームオブフォー、強敵感あるよね、構図が。アーロン救出の翌日夜、オフィスなでしこリビング。木馬さん、しみる。俺にメールってのも珍しい。スマホ持ってたんだ。あ、そっか、なでしこにも連絡してたしね。よう木馬、飛行船以来だな。凄腕整備士の新さんだ。すげえ仲良しになってんじゃん。あの場で知り合ったわけじゃなくて、もともと知り合いだったのかな。今カジノ街で故障したコースターの整備をしてんだけども。ほう、お前救助に関わったんだって。相変わらず身軽ですげえな。まそんだけよ。そんだけかよ。飛行船に乗り込んで整備してて、ここでジェットコースター直してる彼もすごいと思うけどね。お一人ですか？ううん、あなたが来たから二人です。おしゃれ。ちゅうわけで付き合う？なんて書いてあるんだろう。レ、はい、行きましょう。読めなかった。下校ですので。ああ、飲めないんだ。飲めそうなのに。また振られちゃった。さっきルークも誘ったんだけど、水だけ飲んで部屋に戻っちゃってさ。あ、意識取り戻したか。丸一日ろくに食わず寝っぱなしだけど大丈夫かな。我らがヒーローズは。まだ疲れが抜けないのでしょう。もうアーロンもヒーローになっちゃったからね。二人ともしんどかったろうね、今回は。ふん。なんだい？裏切った方もしんどいわけですか。どうだろう、よりけりじゃないかな。では。お前はなぜ私を裏切った？その裏切った先の人を知ってるんだね、声わかるってことは。チェズレイは、罪の意識があるならば自害でもしたらどうだ。後追いは許さぬと、あなたが。そんなに俺が気に食わないか。そうですね、私は昔手広く裏切られた側の人間なもので。なんか裏切ったって感じしないけどね、さっきのやり取り見ても。八つ当たりであることは承知ですがね、あなたもおかわいそうに。息が整ってしまいましたか。残念ながらここまでですね、今日は。チェズレイ、俺のことを知ったってお前は楽になれないよ。俺はお前の仇じゃない。当然でしょ、私を濁したのはファントムです。生実家にいているから苛立つのですがね。その濁りって何？この前にも言ってたね。執着ですかね。仇への思いを募らせるたび、血という血が沸騰するんです。おかげで泥ついたものが体中にどんどんこびりついていく。血筋なのでしょうか。私の母などは
この病をこじらせベランダから身を投げて死にました。濁って重い感情ほど相手からは報われない。その事実を受け止めきれずにね。そう、ま、一杯。下戸だと申し上げたでしょ。残念。うまいんだけどな、ドブロク。濁り酒ならではのコクがあって。ドブロクだったのか。俺は濁りって病でも汚れでもなくて風味だと思うよ。おや、詐欺師相手にカウンセリングなさるおつもりで。まさか。俺はお前が羨ましいんだよ。お前は甘えも言い訳もなしに自分の情念を追求できるんだ。パー、こいつはやけに苦いな。そこがまたうまい。お、あなた雑食の割には舌がいいですね。その酒下剤を入れました。へえ。いってらっしゃい。ただのいたずら。足を離して。チューズレイ、チューズリなんて死ぬより惨めよ。子供の力じゃ引き上げられないわ。賢いあなたならわかるわね。私は濁った、濁り切ったの。苦しくてたまらない。楽になりたい。ほら、あなたもう腕の感覚がないのでしょ。ごめんなさい。さよなら。時は流れ、私も心が煮えたぎるほどの執着を知った。今なら母の思いも理解できる。濁った情は報われず救われない。そっか、木馬がチェズレを救えちゃったからこそなんか苛立たしい存在になってるみたいな、そういうことがあんのかもね。この上濁りが風味、羨ましい。なぜ逐一揺るがされるのか、実に忌々しい。翌日朝、エース本社第一応接室。呼び出してごめん。構わないよ、仕事だからね。あなた一人？ルークは？ルークね、今日は来てないよ。会いたかったかね。別に、退院したって聞いたから具合どうかなと思っただけ。カジノ街中央広場のショーもうすぐだし。今日私を呼んだのはその打ち合わせかな。うん、ショー本当に出演できそう？心配はいらんよ、ルークは案外タフだ。気がかりなのはルークのコンディションだけじゃないの。これを聞いて。事務所に匿名でかかってきた電話。おう。カジノ街のショーでミコの歌を歌え。ダイレクトじゃん。カジノ街のショーでミコの歌を歌え。大事なことだからね、2回言うよね。カジノ街のショーで。まあまあまあ大事だから3回言うよね。ほう。ミコの歌って噴水広場や劇場の事件の時に流れた曲でしょ。うん、
いたずら電話だと思うし、もちろんミコの歌を歌う気もない。でもあなたたちには知らせておこうと思って。何かを代償にってわけでもなく、なんであれで従うと思ったんだろうね。誠実だな君は。事情は把握した。4人には有事の際に対応できるよう心構えをさせておこう。従うとは思ってないのか。有事ねえ、あの4人って本当の本当にショーマン？そうとも、犯罪を憎むショーマンだよ。だからだからショーの裏で犯罪を潰す。今回もこれで行こう。同日昼、オフィスなでしこリビング。つまり中央広場のショーの最中に君たちは闇カジノに潜入する。正確には君たちのうち2人がな。なんでまたショーの最中なんだい？カジノ内は眠れの街、客足が途切れることがない。闇カジノがある潜水艇ディープワンもご多分に漏れずです。ですが歌姫のショーが開催されるとあれば話は別ですかね。その通り、ショーの最中客は中央広場に集まるはずだ。闇カジノでイアンと対決する際、不測の事態が起きたとしても被害は最小限です。なるほど。ただ中央広場の方の安全も気になるところです。水さんの事務所に来た電話がただのいたずらならいいんですが。アッカルド劇場の例もあるからな。君たちのうち2人を広場に残す理由がそれさ。広場には公安職員も配置しておく。有事の際は協力して対応してほしい。了解しました。じゃあショー当日までに闇カジノへの潜入準備を整えるってことで OK かな？ああ、今はスピードよりも角度を重視するべき時だ。ん？というかもう入ることはできないんじゃないの？だって潜水艇ディープワンのあの闇カジノへつながる言葉も毎回違うっていう話だったよね。で一回この間そのパスワードを使っちゃったし、ライアーで、アーロンは取引の材料も渡しちゃって、むしろスマキにして外に放り出されてたわけだし、もう一回闇カジノに入るために情報集めっていうのが必要ってことかな。情報を集め、足場を固め、イアンを確実に確保してほしい。何しろチップはすでに敵の手中。焦ったところで仕方がない。おはよう、アーロン。もう正午を回っていますがね。僕はギリギリ午前中に起きられたんだよな。詫びだ。なんだね、これは。見たところ、ウェブアドレスとパスワードのようです。おう。イアンとの取引中、端末を見てる黒服がいたんだな。盗み見た。なるほど。ほう、興味深いな。使い捨てのタブレットで入力してみようじゃないか。使い捨てのタブレットってすごい言葉だよね。そんな時代なのか。おーおーおーおお、これはすげえ。こんな情報を見てたってこと？イアンと話してる時に部下が。マジか。おそらく闇カジノの見取り図だ。なるほど。従業員用のポータルサイトかな。アーロン、お前さん大手柄だよ。あ、写真撮っとる。こう見えて心配性でして。どうぞ続きを。確かにこの端末はやられてしまう可能性あるもん、ね。ま、ここ、うん、ページが移動した。リンクが貼ってあったのか。戻るボタンを。
左のアーロンが叩きつけられた鍵、鍵爪跡、すごいことになってるけど。待て、エントランスの監視映像っていうか直さないんかい。イアンと取引した時は気にかけてなかったが、匂うな。おう、匂うというか、匂うね、目立ちますよね、あの銅像。銅像？ああ、確かにちょっと個性的だな。一体誰の銅像なんだろう。一人はあのカードのカジノにいた人だよね。仕事にしよう。これ触れないんかい。瓦礫は見れた。瓦礫の中に何か落ちてるな。名刺か。字が小さくて読みにくい。おお、ワン名城ですね。ここでその名前が出てくるとは面白い。お、チェズル知ってる人なのか。ええ、シューティングメテオのトラブル時に看病した女性でした。ああ、あのスパナお姉さん。私ワン・メイジャオというの。今度ゆっくりお礼をさせて。はいはいはい。私ね、機械技師をしているのよ。永遠ってオフィスにいるから必ず訪ねてきてちょうだい。そっか、機械技師アピールのためにスパナ持ってたのね。ジェットコースター乗るときも。顔写真が並んでいるな。男性3人、女性1人だ。写真の下に書かれている文字は、生還者一覧、カードクイーン、空のスロット王、甘味王子、ロールーレット卿。闇のカジノから生還した人たちが、なんだろう、あの地上のカジノのトップに立ってたみたいな、そういうことなのか。甘味王子とカードクイーンは分かってるよね、その実際会った人だよね。でスロットの人ってこの人じゃないよね。この辺なんかごつい男の人だけど、スロット屋の店長は女の人だったもんね。あとロールーレット卿、この人は一回も会ってない。以上4名か。もしかしたら甘味王子も甘味なだけで違う人である可能性はあるね。写真がアップじゃないから分かんない。これはなんだ、2つのダイスを振る手首の像か。台座には忘却って書かれてるけど、すぐ忘れそうな名前だな。スロットを踏みつける男性の銅像だ。その手を天高く突き上げて天井を見上げている。ラオウ感あるよね。よく見ると台座に何か書いてあるな。空のスロットを、夢は遥か高みから人々を見下ろすこと。ほう、空遥か高み見下ろす。飛行機やヘリコプターに乗るのが夢とか。野草の会社の社長だったりとかしないかな。王冠をかぶった大柄な女性の銅像だ。手にはカードを持っている。あとはよく見えない。前に立ってる男たちが邪魔なんだよな。お、あの男何か持ってるぞ。チラシか。カジノ街飲み屋特集。飲みに行くのか、はたまたみかじめ料でも取りに行くのか。銅像になっているのがどういう人たちなのか、今なら推測できそうだ。あとは階段の文字。階段に何か書いてあるな。運を超え、視線を超えよ。覚悟を問われているような言葉だ。このぐらいかな。あとは画面外含めて調べられるところはなさそうだけど、これで全部わかったぞみたいに言われてないよね。言われたっけ。
まあいいか、サーチ完了していいよね。さすがにもうないですな。はい、銅像の正体が分かったぞ。ズバリ闇カジノの勝者だと思う。銅像に書いてあった空のスロット王という称号は生還者の一覧にも載っていた。ということは、オッケー、これは闇カジノから生還した勝者たちの銅像だ。この映像では見切れてるけど、きっとあと2体あるんだろう。生還者は4名いるみたいだから。ではボンド潜入組が生還すれば銅像が2体増えますね。何かくすぐったいね。真っ当な方法でカジノ行けばだけどね。冗談言ってる場合じゃないですよ。サイトをもっと検索して有力な情報を漁りましょう。そうしたかったところだな。タブレット壊されたか。ブラックアウトだ。タブレット自体が壊れてしまった。はあ、怪しい外部接続を感知されたか。そもそも外部接続できないようにすればいいのに。まあ持った方だろ。そうだね。収穫は大きかったぞ。うんうん。アーロン、詫びは受け入れてやる。そうかよ。チェーズレイ、見取り図の写真撮ってたよね。ええ、こちらをもとに捜査方針を話し合いましょうか。やる。